皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。Bレジェンド大林です。ケーブルを使った、これはケーブルクロスを紹介していきたいと思います。鍛えられる部位なんですが、大胸筋です。で、特にこの種目は大胸筋の中でも内側および、動作によっては大胸筋の下側の輪郭を作りやすい種目になります。ダンベルだったりバーベルだったりのプレスだと上げ切るときって負荷が弱くなってるんですね。一方このケーブルで行うケーブルクロスというのは腕を閉じるときって刺激が抜けにくいので、それで大胸筋のこの真ん中のあたりが効果的に鍛えられるという特徴のある種目です。まずハンドルを握ってもらいまして、で足を前後に開くスプリットスタンスで一歩踏み込むようにしてスタートポジションを作ります。そこから胸を張った状態をキープして腕を前でこのように合わせるようにしていきます。動作としてはダンベルで行うダンベルフライに非常に近いです。これを繰り返していきます。でこの時に肩がすくまないように、閉じた時に胸がぐっと収縮している感覚を味わうようにして行ってみてください。じゃあポイントです。動作を行うにあたって、こんな感じでまず肘をちっちゃく畳んで、閉じる動作として、これ大胸筋には入ってはいるんですが、刺激としてはちょっと弱くなります。なので、肘は少し開いた状態で腕を前で閉じるようにしてあげるようにしましょう。また閉じるときに体を後ろに反らすと実はこれ楽なんですよ。力が逃げちゃうので、姿勢についてはキープするように、少しその前足の方だったり体幹部の方だったりを、ちょっとこう力を入れるようにして姿勢を保つようにしてください。ポイント2つ目です。今大林さんにこの動かしてもらってるこの軌道というのは、大胸筋の筋繊維が、走ってる、方向なんですね。で、大胸筋というのはここからこんな感じで走っています。大胸筋チューブの場合はこういう形で走っているので、繊維に沿うように動かすというのがポイントになっています。で、この種目で大胸筋の下部の方を狙う場合だと、ちょっと体立ててもらって下にこう閉じるようになるんですけど、大胸筋下部っていうのはこういう感じの筋繊維の走り方をしているので、そこに沿うように動かしてあげるようにしましょう。ポイント3つ目です。このケーブルクロスの動作っていうのは、大胸筋のこの内側にもう刺激が入るんですが、戻した時っていうのは、大胸筋かなりストレッチがかかります。ストレッチ局面って結構力が強いんですけど、ストレッチ局面で動かせる重さでなかなか閉じ切るのですから難しかったりするんですね。大胸筋の真ん中を集中的に鍛えたいのであれば、少し可動域を制限して前の方で閉じる動作だけに区切って行った方が効率がいいと言われています。大胸筋をストレッチをがっつりかけるような目的でやる場合は、最後の方閉じきれなくなったら、それくらいの可動域で動作を抑えるか、あとは高度なテクニックとして少しチーティングを使って閉じきるというのも一つです。なのでどういう目的で行うのかっていうのをあらかじめ定めて行うようにしてみてください。以上がケーブルクロスのやり方でした。ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。